おい、ずいぶん肝っ玉がでかいじゃねえか。しかも珍しいぜ、おめえのように本体を見せてストレートに戦いを挑んでくる敵はよ。男らしいぜ、いねえと思っていたぜ。名乗りな。冥界の神アヌビスを暗示とするスタンド使いジャンピエール・ポルナレフ、お前の命もらい受ける。ひえますます骨太で男っぽい敵だね。チャリオット。何か変だぞ。身のこなし、剣の握り方や構えの姿勢、ど素人だぜ。しかし何かおかしい、何かやばいぞ。一歩間合いを広げた方がいい。なんだ、剣が柱を通り抜けてきたぞ。しかもシャツが切れていない。シャツを切らずに俺の肉だけ切りやがった野郎。チャリオッツ、うわっ、こそこそ隠れてねえで出てきやがれ。うわなんてこった、見失ったぞ。どの柱の後ろにいるかわからねえ。ふん、かかってこい。要するに柱のそばにいなけりゃいいんだろ。まさか地面を潜ってくるかい。な、切るだけじゃねえ、柱そのものだって切断できるんだぜ。死ね、ポリナレフ。危なかったぜ。ジョータロにも秘密のチャリオッツの奥の手だぜ。この剣心を飛ばすのはな、もっとも一本しかねえから、かわされたら剣がなくなるんで、本当にヤバい時しか使わねえがな。まあ死んじゃいねえが、この傷じゃリタイアだな。